まさにこれなんですよ。この車が月に1回は必ず詰まります。外して、こう機械的に、掃除してあげないと。ひどい車ですともう1ヶ月に2回も分解清掃洗浄して、それがもう3日も3日おきぐらいに1台ずつやってたら、本当に他の作業がだんだん溜まっていってしまうんですよ。今まで2週間でまた浄化してくれっていう依頼がドライバーからあったのが、それがだんだん伸びてくる。メーター上は全然ゼロですから、それだけの効果がこの車ともう一台同じ仕事で走ってる車があるんです。試しに1台でも2台でもひどい車対象にやってもらった方が、もう2週間も3週間も来なかったら本当にこっちは助かるんですよ。他の仕事に手を回せますから、だいぶ助かってます。